それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が発表します。今回は転移学習やマルチタスクの有効性というのを NLP ではで、調査してみたというような論文で、モチベーションとしては画像とかでは、その優位性というのは多くの研究が示しているんですけど、言語処理ではなんか、改善したとかしてなかったとか、そういう論文がちらほらあって結果が一貫してないので、それをちゃんと調査しようというような内容です。で、概要としては、転移学習とかの話としては、十分にデータがないタスクとかで、その別のタスクやドメインから知識を得るというようなのが目的で、転移学習だったり、ドメイン適用というのが使われていて、実際に語像とかでもこういうものが作られたりしているんですけど、そういうのはニューラルでは結構有用であるというのが、画像とかでは言われていて、別のタスクで学習したのをパラメータをそのままニューラルでまた別のタスクに使うとかがあります。で、そういうのが画像ではある、結構示されているんですけど、 NLP では明確ではないってことで、です。で、最初にもうコントリビューションから入るんですけど、今回2種類の実験と、6個のデータセットを使って、疑問について答えていくについて調べていくっていうような内容になっていて、結論としては、転移学習はタスクのかなりその類似性に依存していて、出力層はもうタスクに固有でほとんど転移しても意味がなかったり、マルチモデルと転移学習で今回試すんですけども、両方ともほぼ変わらなくて、別にそれを組み合わせたからといって、さらに改善するとかそういうこともなかったというような内容でした。で、実験について話していくんですけど、まずデータセットが6個あって、これも2種類の実験のデータセットをそれぞれ3つずつ集めてるんですけど、1個が、センテンスクラシフィケーションと、もう1つがセンテンスペアクラシフィケーションで、その文と文の間の関係性を分類型が特定するみたいなタスクと、文自体のそのネガポジだったり、ロケーションとかのような、クラシフィケーションを行うというようなタスクで、上2つは同じ、2つの実験において上2つが同じタスクを解く問題で、量の多い少ないで、3つ目がその全く上とは関係ないタスクを解かせるというようなデータセットの集め方をしています。で、これがその内容になるんですけど、実験1と実験2でそれぞれ、このような規模のものになっていて、その下に、その例がついているというような感じで、実験1では日分類と、その複数分類で、実験2では、3つの分類で、この上下で同じ意味を保持した文章か、もう矛盾した意味を持っているのか、全く関係ない話をしているのかの3つの分類と、下がその、意味同じか違うかみたいな、その 日分類をさせるっていうような内容です。で、実際に使うニューラルモデルは LSTM と CNN で、実験1では LSTM を使って、実験2では CNN から最終的に、まとめてソフトマックスに流すというような、CNN のモデルを使って行っています。で、そのこのモデルを使った時の大体のベースラインとして、AVGACC という、アキュラシーを出して、今回はそれをベースラインとして比較していきます。で、トランスファーも転移学習なんですけど、やり方として今回はそのただ、前に実別のデータセットで学習させたモデルをまたその実際に解きたいタスクでにパラメータを共有して再学習させるパラメータイニシャライゼーションと、同時にその2つのタスクを学習させる、マルチタスクラーニングの2つで今回は試しています。で、実際のこの結果なんですけど、このマジョリティというのは単純にそのデータセットの中の一番大きい正解に寄せただけの結果で、
でその下の E が×になっているところっていうのがその前にこのここなんかまあそのモデルで実際に試してみたっていうベースラインを表しています。で、まあ、この結果で筆者らが伸びているのはエンベディング層、まあ、さっき の, あのコンボリューション、まあ最初の方でも結構は言ったんですけど、エンベディング層の、まあ、共有っていうのが強く効いていて、それよりも上位の隠れ層とアウトプットの出力層の転移っていうのはあまり効果がなかったっていうふうに伸びています。またそのシミあの時の類似度の依存するっていうのが、まあ、同じようなタスクを解くときは、まあ、転移学習をすると上がるんですけど、その、まあ、ここの部分なんですけど、まあ、かなり、こことかここっていうのがかなりスコアをが逆にスコアが下がっていくような傾向が見られるということで、まあ、基本的にはエンベディング層以外のところっていうのはもうその転移と同じようなタスクでない限りは転移しても意味がないんじゃないかというような感じのことを述べています。で、まあまあ、さっきのイニシャライゼーションなんですけど、まあ、マルチタスクで、まあ、そのイニシャライゼーションの方と、まあの比較をしていて、まあこっちに関しては、まあ、と結果の表とかがなくてもうこのグラフなんですけど、まあ、このグラフから筆者らはもうほぼイニシャライゼーションと結果は変わらなくて、かつ、まあ、両方を使ってみた結果でもそんな改善するということはなかったというふうに述べていて、でそのマルチタスクまあ、で同じようなタスクを解かした場合と違うタスクを解かした場合で、まあ、傾向もは、まあ、似たような傾向が見られるということでしたということで、この論文では、まあ、転移学習と、まあ、マルチモデルで実際に有効性調査して、まあ、なんか一応はそのデータ間での複数の、まあ、実験設定でやった時のに似たような結果が得られて、まあ、一過性があるということで、まあ、この特性は一般的な特性とし考えられるだろうと、まあまあ、その結果がこれなんですけど、まあ、こういうふうにな結果が得られました。で、以上で発表を終わります。